こんにちは、ユースマッパーズ AGU です。今回はウィールマップアプリの使い方について紹介したいと思います。まずこのアプリはオープンストリートマップというデジタルマップで登録されている人物に車椅子でのアクセス情報を入力することに特化したアプリです。では早速アプリをダウンロードしていきましょう。 iPhone であれば App Store、 Android であれば Google Play Store でアプリをダウンロードしてください。アプリを開くと地図が表示されます。緑、黄色、赤などの色のついているところはすでに車椅子情報の入力が完了しているところです。私たちが新たに入力するのは色がついていない灰色のポイントです。灰色のポイントを押すとこのような表示になります。全面的に問題なく利用できる場合は緑、介助者の補助によって利用できる場合は黄色、介助者の補助があっても利用が難しい場合は赤色を選択します。大事なのは実際に自分が確認して情報を打ち込むことです。曖昧な情報を打ち込むことはしてはいけません。そして画像を追加というボタンがありますが、これは無理に行う必要はありません。私有地に無断で入っての撮影などは絶対に行わないようにしてください。もし画像を撮影した場合は周りに人が写っていないか、その画像が本当に役立つかを確認してからアップロードしましょう。これらの作業を皆さんの職場や家の近くで進めてください。きっとまだ入力されていない施設はあると思います。皆さんの空いた時間で入力していくことによって車椅子利用者の方々の助けになります。ぜひ参加してください。 Hello, this is Raul, the founder of WheelMap. Greetings from Berlin to Japan. I hope you enjoy our project and have a great mapping party over there. Bye!